2021年11月7日雑談配信です。昨日はゲームを遊びましたね。4時間あつ森をやりました。なかなか終われなくて、いやー参った。なんだっけ、まだいてよをまた来てよっていう風に読んだんだよな。アマミンがうちに来た時にまだとまたが読めなくなるぐらい目も悪くなってんだなとも思いましたが、帰れよっつうのは昨日の配信では非常に僕らしいなと思いました。というわけで、コロナのニュースがですね、まあ、感染者が少ないと、今日は25人ですかね、の報告で、ほんで、まあ、海外の方ではその飲み薬の予防薬が出たり、あとは初期症状で飲むと割と効果が高いよという薬が出たり、しております。だからもうコロナに対しての対策がかなりこう広がってきていると。で、一番印象深かったのはその海外からは来た人に対して、前は2週間14日の隔離期間があって、そこで、陽性の反応が出なかった場合はウェルカムジャパンということで、14日後に仕事を始めますよ、仕事始めていいですよ、勉強始めていいですよと、街に出ていいという許可が出てたのが、3日になるそうです。まあいろんな これまでの、ね、14日が3日になるっていうのはすげえなと思いますけど、だそうでございます。いよいよだからコロナというものが、まあ、封じ込めが成功してきたという実感と、まあ、あと日本であればその数字が下がったというところでね、安心しているところなのではないかなと思いますね。エンタメのニュースなんかもいろいろ、だからこの1ヶ月2ヶ月前だったりすると、その例えばビーズのライブだったりとか、やらなかった稲妻ロックの話であるとか、あの辺までがすごくこう敏感だった時期であり、だからちょっと延期すればもしかしたらここでできたのかもしれないというね、なかなかこう人の考えと、その中にあってコロナなんてまだ本当は何も分かってない病気だし、まだまだ対策していかなきゃいけないんですが、人間一回こうね、緊張の糸が切れるとあとはもう堕落していくだけなんで、でもその堕落のきっかけ、もしくはその堕落したとしても、それのセーフティーラインが今底上げされてるんで、じゃあそれでいいんじゃないのかなと思ったりしております。僕はまだまだちょっとね、怖いなと思っていたいところなんですけど、まあ世間的にはもういいだろうウィズコロナ、ウィズコロナっつってね。まあ、テレビの番組で、アクリル板が撮れる日も、そう遠くないのではないかなと、思ったりしております。まあ、こういう7ですからね。人が生きるっていうのは、結局、7なことですから、そのようになるんでしょう。いろんな主義を持ってたとしても、その主義にみんなが従うっていうことはないわけでね。なんかそういうのを2021年の11月7日に思った次第です。コロナね、僕はまだあと2年はどうせ落ち着かねえ、日本が落ち着いたとしても世界は落ち着かないという状況だったりとか、もしくはまたその外国から新しいコロナが、コロナの種類がね、入ってくるとかね、いうこともあるんで、どうにもならんだろうなと思います。で、一回そういうゲートを開けてしまえば、元には戻らないので、でもその薬ができたこととかね、あと治療法とか、今までとはちょっと違う暮らし方ができるんだよっていう提案は、まあそのいろんな人間の試行錯誤であり、良きことかなと思ったりはしております。日本からもなんか薬が
出るんだよね。今承認中だか治験中だかっていうやつがあったりしますけど、うん、時代の節目だなと思います。だから2022年はね、また冬季オリンピックがあったりとかするんで、それに対しての世界の目であったりとか、日本はどういうふうにそのスポーツの大会を伝え、スポーツにどう参加しみたいなことのを見れたりとかするので、まあ楽しみかなと思ってます。僕はスポーツ自体は好きではないんですが、こういう異常事態の時に人間はどう行動するのかというのは見てみたいなとはやっぱり思ってますので、興味はあります。じゃあ違う話題、ゲームなんですけど、ウィザードリーを元にしたゲームというか、ハック&スラッシュではないね、何回もその同じダンジョンに潜ってそのダンジョンの中を探索するとか、そういうスタイルのゲームが結構増えてます。スクエア・エニックスが出してるダンジョンエクスプログラーじゃなくて、なんか似たようなやつでね、ただただそのパズルのようなダンジョン、見下ろしダンジョンをね動かしていくというゲーム、その中からダンジョンで行方不明になった仲間を救出して、行くゲームというのがあります。で今回見つけたのは、パス・オブ・ザ・アビスと、深淵へのパスですね、通行証ということですが、これが見た目がその古い、マッキントッシュのパソコンで書いたような白黒の映像で、これがなかなか雰囲気があっていいと。でまあやっぱり 3D ダンジョン潜ってって、そこにキャラクターのパラメーターの設定の仕方がちょっと独特で、そういうのをやるんですと。でもやっぱ記事を見た時に僕は、これはウィザードリーじゃんって思ったりとかしました。まあレトロ好きな人とかがもしかしたら遊ぶのかななんていうふうには思いますが、ちょっと多いね最近、まあ僕が目にする機会なだけなのかもしれないけど、ウィザードリーを題材にしたゲームが割と今インディーゲームなんかで作られてるなという印象です。これはあれかな、ゲームの記事作る人とかの感覚が今それを求めてるというか、それはちょっと前には世界樹の迷宮というゲームが結構ね取り上げられたりしたのと一緒かななんていうふうには思ったりしてます。まあこういうのを繰り返すんでしょうね、その時その時でゲーム作る人のブームみたいなのが生まれて、一時は FPS しかゲーム出てないみたいな時代もありましたし、まあそんなもんじゃないかなと思います。あとフォールアウトとかが流行るとね、オープンワールド系のゲームが増えたりとかね、まあそういうことの一つなのかなと思ったりとかしてます。ただ個人的にはやっぱもう最初に作られたウィザードリーでゲームのシステムとか、あとは遊びやすさ、レスポンスに関してもかなりのレベルで完成していたので、新しいこういうウィザードリー系のゲーム、たまにウィズ系とか言う人いますけど、ウィズとウィザードリーは違うんでねあんま混同しない方がいいよって、ウィキとウィキペディア違うからなっていうのと一緒なんですけど、アットウィキとウィキペディアは違うよって話なんですけど、その原点であるゲームを超えるのはなかなか難しいんじゃないかなと思ったり、しております。まあそれくらいウィザードリーは特に日本ではその繰り返し遊ぶ意味で遊びやすい、何回遊んでもいいように、もう戦闘は最短に終わるし、その最短に終わるし、いろいろこう体が覚えてくるとね、マップも見ないで進めたりとかするんですけど、その中に罠の解除であったりとかのトラップというか、慣れだけではできないような要素もあったりとかして、それが何回も遊ぶ要因になってたりとかするんで、そのストーリーもそんなないしね、
それを超えるものってなかなか難しいんじゃないのなんていうふうにはちょっと思っております。まあ遊ぶ前からそうやってね色眼鏡で見ちゃしょうがないんですが、なんかそんな感じでした。というわけで今日はやっぱり調子がそんなに良くない、昨日無理してゲームしたから今日は調子が良くないので、このまんま終わろうかなと思います。ありがとうございました。お疲れちゃん、お疲れちゃん。